口が臭くなるほど言ってるんだけども。酸っぱくですよね。あ、酸っぱくです、酸っぱくです。2012年から、うん、沖縄のね、読谷村に寄せていただいてるんだけども。はい。まあ、本当にその情報量が山積みなわけだよ。その沖縄という一つのその土壌があって、いろんなものが溢れてる。例えばその神様であるとか、仏様であるとか、うん、音楽であったり、怪談、民間伝承、いろんなものがギュッとこう凝縮されてるのが沖縄なわけだよね。そうですね。だからその沖縄にいる友達も、それを全てをいっぺんに俺にこう投げてくるわけにいかないわけだ。うん、だから、その、徐々にいろんなことを教えてくれたりするんだけど、たまにその彼らが教えてくれる前に、うん、俺の方からそれに気づいて、そこにこう足を運んでしまうとかっていうことも起きちゃうわけだ。だから、結局はね。はい、俺がその当時、何回か俺の話に出てくるんだけど、俺がずっと、常宿にしてた、読谷村のロイヤルっていうホテルがあって、はい、そこをその、室内禁煙なので、うん、喫煙するためには一歩出て、その目の前にすごいちょっとこうおしゃれなさ、南国調のテーブルが置いてあって、そこでこう吸うんだけど、はい、そこってその、左右、イケイケで風が通るようになってて、うん、で、タバコ吸いながら、その景色を見ようと思って、ポカーンと開いた側へこう出ていくと、うん、家がこう、いくつかできてる、その辺ってのはその、読谷山、ユンタン座って言うんだけど、その読谷山って言われて、こう、ずーっと丘になってんでね、はい、その丘の上がり口のところにそのホテルがあるので、うん、そこずーっと上がってった向こうの方をずーっと見ると、なんかね、お社が見えたんだよ。うん、あれんと思って、うん、あれなんかお社があるなぁ。場所的に、降りてってファミリーマートの脇のあたりを行ったとこだなぁ。地元の神様なんだったら手はしとこうと思って、買い物に行ってね、その帰りに、あ、この道を上がって、あ、あるわ、上に、と思って。うん、なんだろう、なんか鳥居が来んだろうと思ったのよ。ちょっと行こうと思って。上がってったさ。はい。で、ずーっと上がってったら、なんかその縁起書きが、うわーっていっぱい書いてあるんだけど、俺ってそれ読まない人ね、割と。ただ、そこにその注意書きみたいな感じで、ここお参りされる方は、まず、ここを掃除してからお参りしてくださいって書いてあるのよ。と思って、掃除？ああ、そう言われてみたら落ち葉すごいわ、と思って、周り誰もいない。で、ほうきとちり取りが置いてあったので、はい、それで、ばーっと、もう一人で、落ち葉全部取って、向こうへ投げて、きれいに掃除して、手合わせて、ファンキーなんかもらっていう名前で階段やらせていただいてます、って、その埼玉から来てますっていう報告をして、手合わせて帰ったさ。はい、その何日か後に、本州帰ってきたじゃない。はい、帰ってきた途端、うん三振が欲しくてたまんないのよ。ね。やったことなんかないんだよ。なのに、はい、なんでこんなに俺、三振。しかもその頃なんて俺、ジャビゼンって言ってたからね。ああ、そうなんですね。全く興味もなかった。全然。なんでそのジャビゼン、三戦とか言って、なんでそれが欲しいんだろう。こんなに、どっか習いに行くと、なんかそういう教室もあるかもしれないしなと思って、地元の読谷のカバちゃんのお兄ちゃんの電話に入れて、いやー、実は俺今三振が欲しくて、お本当ですか嬉しいですねってうちのすぐ近くに、いいお店あるんで、今度来た時にって言うんだけど、いやー、今度来た時にじゃない、何ヶ月もそれでしょ、なんか見繕ってほしいんだけど、みたいな。ってことになって、ほんで、まあ、そこそこいいやつを作ってもらうことになったのさ。届いた。で、それを今度、もう愛しくてしょうがなくなっちゃって、一生懸命こう、自分だけで勉強して、クンクン詩って言うんだけど、まあ楽譜みたいなもんだよね。それをこう、一生懸命覚えたりとか、プリントアウトして覚えたりとか、長弦、死んだみ、これを覚え、耳でこう、できるようになったりとか、一生懸命こう、覚え始めたのさ。どうしたんですかね、マギーさんって言われて。で、何ヶ月か後、また読谷に行くことになった。で、空港までまた迎えに来てくれたんで、読谷に向かう途中、ずっとこう走ってて、お差し入れ持ってたんですね。ってそうなんだよね。これ、もうたまんないんだよね。面白くてしょうがないし。あ、ごめん。ホテルに入る前に悪いんだけど、ちょっとそこ右入ってくれるって俺言ったの。はい。えっていうの。うん、そういう、これ入って、これ右曲がって。はい。で、曲がってくれた。うん、そこってその神社のあるとこなんだよ。親父のあるところ。はい。俺ちょっと宿入る前に手合わせていくから。なんでファンキーさんここ赤インコのこと知ってるんですかって言うから。なんでって。いや、この間ね、実はそのうちの、俺泊まってるホテルでタバコ吸いながら、その一連の流れを言ったのよ。うん、ファンキーさん、ここ、掃除されてお参りしてくれたんですか。そうですか。それで僕謎解けましたって言うのよ。ほう。うん。何がって言ったら、ここ三神の神様ですよ。ああ。いや、知ってたんですよね、とか。ごめん、知らなかった。全然知らなかった。赤犬子って書くんだけど、三神の神様なんだよ。で、赤犬子。赤犬子って。三神の神様。そう。それで、その三神の神様は、右利きで、右で引かれるので、三神の左利きは絶対ないんだよ。絶対ない。そう。っていうぐらい、それで年に一回、沖縄中の歌者がそこに集まって歌会やるんだよ。へぇー。そういうところなの。あ、そんなところなんですね。そう。全然知らなくて。赤犬子ってのは読んだ。大きく書いてあったから。それ言って全く読まなくて。そう。それでその三神をもたらした神様だと。はぁー。今持ってる三神がそれ。そう。あれにそんなエピソードが。そう。へぇー。そう。もう飾ってますもんね、ずっとね。椅子の横に置いて。これめっちゃいい話じゃないですか。ねえ。そうなのよ。